하나님아버지자녀들이크로스비처럼어릴때부터복음이깊이각인되게해주셔서영적세계를밝히보고누리는영적지도자로자라나게해주세요예수그리스도이름으로기도합니다아멘아멘지어단내가문밖에서서두드리더니누구든지문을열면내가그에게로들어가그와더불어먹고그는나와더불어먹으리라요한계시록3장20절말씀아멘예수님은나의주인이십니다1번예수님은나의주인이십니다2번예수님은나의모든문제해결자이십니다1번예수님은나의모든문제해결자이십니다2375000종족의이언약이전달되어지게해주세요감사합니다감사합니다예수그리스도이름으로기도드립니다아멘시대살린능력으로충만케하옵소서기도파워성령파워내게주신말씀꼭붙잡고세상을향해나가요자이번주말씀제목이뭡니까메마른땅을메마른땅을종일걸어가도종을걸어가도하나님나도그로스비처럼찬양할래요말씀위에그말씀위에서리라나는주의말씀주의말씀그말씀위에서리라
レムナントの皆さん、私たちには神様から与えられた夢があります。その夢は何か大きな声で、私は王たちを生かすレムナントだ。もう一度、私は全世界を生かす神様の子供だ。神様が与えられたこの夢を私の心に抱いていると、神様が成就されると言われました。これがまさに CVDIP です。それでは一緒に夢の足跡を賛美したいと思います。そうです、賛美のように私たちは時代を生かす霊的サミットです。それでは2曲目はハンビョル先生紹介をお願いいたします。私たちは道であり真理であり命であられるイエス・キリストを通して神様の子供となる身分と権威を、そして祝福を味わうことができます。みんな一緒にヨハネの福音書14章6節賛美しましょう。
여러분, 오직 예수님만이 헤브나트의 여러분, 단 예수だけが 하나님에 아우 길입니다. 잊지 마세요. レムナントの皆さん、神様に会う道は誰でしたっけ？誰ですか？神様に会う道。そう、誠の預言者、イエス・キリストですね。忘れずに、今日の礼拝のために、カン・ハンビル先生がお祈りしてくださいます。目をつぶって、祈りの手を作り、お祈りいたします。神様、パパ、感謝いたします。今日も友達やみんなで教会に集まり礼拝を捧げられるようにしてくださり感謝いたします。今日、私に与えられる正確な契約を握って、保育園や幼稚園に行った時、証人として立てるよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御言葉を聞く準備できましたか？神様が今日はどんな御言葉をくれるでしょうか？キムギテ牧師出てこられ御言葉伝えてくださいます。それではレムナントの皆さん、準備できましたか？こうして礼拝して賛美するの本当に楽しいですね。本当に礼拝を捧げることが大好きです。日曜日のためにあらかじめ献金も準備し、御言葉も読んで準備いたします。礼拝が一番大好きというレムナント、今 1,2,3 と言ったら大きな声で叫んでくださいね。礼拝が大好きなレムナントは一緒に 1,2,3。 それでは御言葉見てみましょう。一緒に読みたいと思います。週末に対するイエスの教え、どういうことだというと、イエス様がまた来られるその日を神様が言われた御言葉ですね。今日の御言葉を通してどういうことなのか分かると思います。それでは聖書の御言葉を読みましょう。一緒に読みます。ついてくださいね。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に証しされ、それから終わりの日が来ます。マタイの福音書24章14節の御言葉。アメン。今日も重要な御言葉を見ますよ。神様が言われました。
光をあれと。神様が御言葉で作られました。神様がこの世の中を作ったけれど、光は誰が作りました？神様ですね。空の光、太陽、誰が作りましたか？神様ですね。学校に行ったら、学校ではこのように言いません。神様が作ったと教えてくれません。でも聖書には誰が作ったと書いてありますか？大きな声で、神様が作られました。そうです。皆さん絶対に騙されてはいけません。今次学校に行きますね。学校に行くと、太陽、夜の月、星、誰が作ったか、神様が作ったと言わなければいけないです。世の中はそのように言いません。皆さん騙されていいですか？騙されてはいけませんね。隣のお友達に言いましょう。騙されちゃいけないね。そうです、神様が作られました。そして、レムナントたち、恐竜好きな子供もいますね。女の子も恐竜が好きかな？恐竜誰が作りましたか？もう一度、誰が作りましたか？そう、聖書に書いてあるね。聖書には、そう、神様が作ったと書いてあります。尻尾が本当に大きな動物もいると。そしてその尻尾にも力がすごいあると。それも神様が作られたと書いてあります。猿が人間になりましたか？違いますね。神様が全てを作りました。そして、産めよ増えよ、地を満たせと、従えよと言われました。一番重要なこと、神の形として作られたのが人間です。今日はそのお話です。神様の形として創造された人間。それでは紹介します。アダムとエバ、出てきてください。神様が自分の形、ご自身の形に作られた人間、男と女を創造され、神様がその人たちを祝福されました。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、鳥の空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと言われました。今魚が過ぎてきましたね。次は鳥が飛んでいます。陸の動くすべてのものを支配せよと言われました。これがまさに命の木、これが命の木、善悪の知識の木なんだね。神様がこのエデンの園の中にあるすべてを全部支配して満たせと言われたけれど、この木の実だけは絶対に食べてはいけないと言われたね。食べたらどうなるんだっけ？食べたら死ぬと言っていたよ。エヴァ、エヴァ、こんにちは。びっくりした。ヘビじゃない。
そうだよ。私は蛇だよ。神様が本当にあなたたちに園の中にあるすべての木を食べてはいけないと言ったのか？すべての木の実？いえ、園の中にあるすべての木の実を食べれるけれど、今この中央にあるこの木の実は神様が絶対に食べてもいけないし、触ってもいけないと言われたよ。あなたたちは死ぬ、なんだっけ、あなたたちが死ぬと言ったかな。あなたたちは死ぬだろうと言われた気がするよ。エヴァ、違うよ。違う。あなたたちはあの木の実を食べたその日、あなたたちの目がとても明るくなって、神様のようなすべてを知るものとなることを神様が知っているよ。そうなの？女がその木の実を見るととっても綺麗で美味しく見えました。女がその実を取って食べました。そして自分の夫であるアダムにも与えました。そしてアダムも食べました。二人は神様と約束したことを忘れてしまいました。そして恥ずかしくなり隠れました。その時です。アダムよ、アダム、あなたはどこにいるのか。私が裸であることを恥ずかしくなり隠れています。私があなたたちに食べてはいけないと言ったその木の実をあなたが食べたのか。神様が私のために作られたこの女エヴァがあの木を取って私にくれたのです。だから私は食べたのです。エヴァのせいです。蛇が私を騙して私がそれで食べたのです。神様はすぐに福音を与えられました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫であられるイエス・キリストによってこのサタンの頭が完全に踏み砕かれたのか。イエス様は完全に勝利されたんだ。一緒に言ってみましょう。聖感書です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。創世記3章15節の御言葉。アメン。
この福音を一緒に賛美いたしましょう。魚は水の中賛美します。물고기가물에살듯이물고기가물에살듯이새가하늘을날듯이사람은하나님과함께할때가장행복해요그런데사탄에게속아하나님을떠나게되어죄를짓고문제속에빠져고통받게되었어요女の子孫であられるイエス・キリストが私たちの問題をすべて解決してくださいました。皆さん、神様がこのすべてを創造されました。なので1週間レムナントたちにご両親を教えてください。世の中に出る前に必ず教えてください。月や太陽、月、誰が作ったか聖書を探して一緒に見てもいいですし、神様が궁창위의물과궁창아래의물로나누셨어요。上と下、空と陸、水を分けられました。そして陸も神様が作られました。海も作られ、秋冬見るとこのように実を結んで、秋になると、今も秋ですね、秋になるとこのようにきれいな落ち葉、葉っぱや木も色がつきます。冬になると寒いですね、雪も降って、このように四季を作られたのは誰ですか？聖書に書いてあります。神様ですね。鳥も誰が作ったか？神様ですね。海の中の水、神様がすべてを創造され、何と言われましたか？海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと私たちに与えられました。みんながさっき好きだった恐竜や生き物、すべて神様が作られました。そして一番大事なこと、神様がご自身の形として作られた人間、女と男、人間を創造されました。一緒に神様の形、そうです。
動物は神様の形じゃないので魂がないです。人間だけが神様の形として作られました。魂がありますね。さっき見ましたね。蛇が来てなんて言っていたかな。そう、善と悪の知識の木、なんと言っていた。それを食べてと言った。食べちゃダメと言った。蛇はそう、食べてと言ったね。食べたらどうなると言った。あなたが神様のようになるよ、目が明るくなるよと言いました。絶対死なないよと嘘をつきました。どっちですか、本当のことでしたか。嘘でしたね。今も同じです。今も時代も同じです。一緒に今も同じです。今の時代もサタンは同じです。嘘つきです。騙すもの。でも神様が福音を与えられましたね。女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。神様が福音を与えられました。それがまさに創世記3章15節です。さっき一緒に読みましたね。女の子孫は誰ですか。女の子孫として来られたイエス・キリスト。このイエス・キリストがなされた3つのことがあります。ご両親の皆さん、レムナントたち、これを一番分かっていないといけません。聖書を書かれた目的です。女の子孫であられるイエス・キリスト。面白い話してあげるね。家の近くに聖堂ありますか。カトリック教の建物ですね。ちょっとその建物の前に行って見てみてください。入り口に何があるか。マリアの像があります。そのマリアの足に何があると思いますか。女の子孫として来られたイエス・キリストのその足、キリストではなくマリアの足に蛇の頭を踏み砕いているんですね。聖書にはそんなこと書いてありません。嘘つきですね。見せて説明してあげてください。イエス様が来られ、私たちの災い、呪い、すべてを十字架で解決されました。そして神様を離れた人間に幸せがないけれど、キリストを通して道を与えられました。そしてキリストを通し神様を信じる者は永遠の命を得られると言われました。今日この場に集まったレムナントたち、1週間、またみんなとフォーラムして、ママパパと一緒に礼拝をしましょう。先週もすごく上手でしたね。声を出して一緒にお祈りしたり、作品を作る姿、とても感動しました。とてもよくできましたね。世に出ていく前にご両親がしてあげるべきことは、小さい時から礼拝を捧げ祈りができるように手伝ってあげてください。それをできてから世の中に出ていかなければなりません。行くところ全ての暗闇が崩れるようになっています。牧師先生のママとパパは宗教生活をする家族でした。誰かレムナントが私のところに来て、私の足を持って、牧師先生、私のパパは神様を信じませんと言ってきました。なので私はそのレムナントの手を握ってこうお話ししました。牧師先生と一緒にお祈りしようね。私のパパとママも神様を信じずに宗教生活をしていたけれど、毎日お祈りをしたら、みんなママパパ神様を信じるようになったよ、そしてイマヌエル教会に通うようになったよと。一緒に言ってください。祈りは必ず答えを与えられます。イエス・キリストの皆で祈るレムナント、そしてそれを手伝う教師とご両親の上に、タラッパン教会のために絶対必ずレムナントに刻印するべきことを一緒に味わいましょう。この時間、賛美し準備した捧げ物を捧げたいと思います。
세상 살리 시대 살리 서밋 되고 싶은 친구들 함께 찬양합시다. 喜び、ポッポ、サミットタイム。私たちは神様に祈ることができる子供の身分があります。神様に祈りで全てをお話しすることができます。神様はすべてを聞いてくれます。今日は毎日神様に祈ることができる祈り無線機を作ってみましょう。準備するものです。小さな箱、色紙、ハサミ、のり、ニードル、太い棒やストロー、書くもの、飾るものを準備してください。箱に色紙を貼っていきます。スピーカーの部分を印をつけて穴を開けていきます。無線機をデコレーションしていきましょう。アンテナを作ります。棒を箱より少し長く切って飾っていきます。箱の上の方に穴を開けて棒を刺してください。今日の作品、祈り無線機の完成です。無線機をつけて祈ってみましょう。237を生かす祈りをしましょう。237癒しサミット、そしてサミット建築が建てられるよう祈りましょう。ミッションをこなし、神様と毎日疎通する祈りサミットになりましょうね。それでは本当に今週のサミットタイム見てみましょう。私たちがイエス・キリストの名前でお祈りをすると神様が全部聞かれると言われました。悲しいこと、喜びがあること、人が言うこと、すべて神様にお話しすることができます。これはママやパパにも言えない悲しいことがあったとしても、神様には全部お話しすることができます。今週は神様に全部話すことができる祈り無線機を作ってみましょう。
毎日無線機を持って祈るレムナントの1週間となりましょう。牧師出てこられ、祝祷と祈りの献金をしていただきたいと思います。祈り無線機の動画は YouTube に上がります。それでは見てくださいね。教会の中に怪我する場所が多いですね。礼拝の時間、子どもたちが一人で遊ぶ時間があるかもしれないけれど、怪我しないようにご両親よく見てください。そして坂道で落ちたら本当に大きな怪我になってしまうので、ご両親特に注意して怪我しないようにご指導よろしくお願いします。お祈りいたします。そう、牧師先生も怪我したことがあるんだけれど、あの階段で急いで転んで本当に破れちゃって病院に運ばれました。怪我しても気づかないことが多いので、ご両親がご指導お願いいたします。お祈りいたします。イエス・キリストの恵みと神の大いなる愛と聖霊の満たしが、小さい時から福音で刻印され、暗闇に追われているこの時代を福音で生かす全てのレムナントとご両親と教師の上に、今も常しえまで共に永遠にあらんことを。アメン。